どうもマーケティングチャンネルOKです。コシです。今回のテーマお願いします。今回のテーマはウェブ業界に転職すべきかどうか。転職すべきなんですかっていう話をちょっとさせていただこうかなと。結論から言うと転職すべき。これはね、いくつか理由があるんですけど、たった一つの理由が何かっていうと市場です。市場、ウェブ業界は熱い。ウェブ業界はね、やっぱ熱い。これなんで熱いかっていうと、至極シンプルで、今の世の中の人が何で生きてると思います？ね、物を買うのもネットが主流になってるし、言い方を変えると携帯で生きてる。端末一つで買い物もできれば、旅行もできれば、友達と連絡もできれば、全てのことを携帯一つでやりたいと思ってる。そういう時代なわけじゃん。じゃあこの携帯に対してどういう風にマーケティングをしなきゃいけないかっていうのって、ウェブのマーケティング。つまり今市場が最も求めているものっていうのはウェブのマーケター。かつユーザーがどこにいっぱいいるのっていうと、飲食だとか遊園地とか、そういうところにほとんどいない。絶対的にみんないるのって携帯の中なんで、ここの携帯の圧倒的なユーザー数がいる市場に対してマーケティングできる人っていうのが絶対的に求められる時代。ただですよ、ウェブが熱い熱いなんてことは何十年も前から言われてる。これからも熱さは続くんですか？それもちょっと説明したいと思ってて、なんでこれからも熱さが続くかっていうと、非常にシンプルで難しいから。この難しいっていうのは何かっていうと、新しいものがどん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 一番よく生み出されるのって結局ウェブなの。新しい機能とか新しいシステムとか 5G になって多分もっともっと出てくる。こういうのって難しいんだ。これが 5G から 6G とかになってくるわけじゃない。ってなると、どん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 もっと難しくなる可能性がある。覚えることもどん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 増えてくる。当時一番最初に携帯とかが出て、ウェブって熱くねってなった時も、ほとんどの人が分からないから、分かる人に教えてもらいたいっていう需要が生まれて、分かる人が熱いってなった。これって絶対的に続いていくわけ。だから今生きているウェブのマーケターも、結局 5G が生まれて 6G が生まれてってなっていくと、進化していかないといけない。逆に言うと、進化できる人間っていうのがずっと必要とされる市場だから、このアップデートの速さイコール難しさっていうのが逆につけいる月。我々若者たちが狙うべき市場っていうのは必ずここにある。それこそ僕たちが50とか60になった時に、新しく自分の目の前に液晶ができるみたいになってしたら、その時には説明書読むのクソだるい。何これどうすればいいのみたいな。なったら、それができる人に全部教えてもらいたいと思う。その教えてもらうんだったら月10万ぐらい払いますよとか思うわけ。それが常に続いていくのが、おそらくこのウェブという市場。常に続くこのウェブの市場で、常にアップデートされているっていうことはどういうことかっていうと、絶対になくならない職業。絶対になくならないし、アップデートが難しいからアップデートできるやつが生き残っていくっていう市場に、最初から入り込んでる人と途中から入り込んでる人っていうのは圧倒的に経験値が違ってくるんで、今のうちにウェブマーケティングを学んでおくと、アップデートしやすいし、どん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 できない人が淘汰されていく市場になってくるんで、自分の市場価値が上がってくる。なんで今のうちにこのウェブマーケティングっていうのをやっておくと、非常に価値が高くなる。今ウェブ業界にいない人たち、つまり未経験の人たちは、どうやってウェブの世界に飛び込めばいいんですか？なかなかどうやるべきかみたいなとこありますよね。そこはですね、結構簡単な方法が何個かある。一つは、普通に応募すれば意外と未経験でウェブマーケティング OK ですみたいな会社ってあるんで、そこにとりあえず入り込んでみる。これって誰でもできます。なんだけど、ある程度ウェブマーケティングやってますよみたいなところって、経験3年ぐらいしといてくださいみたいなとか多かったりする。こういうところの方が生活も安定するし、給料もある程度担保されるんで、こういうところを狙いたいっていう人が多分ほとんど。じゃあどうするべきかっていうと、ウェブの解析もできないし、ウェブの広告もやったことないから、もうどうすればいいんですかみたいな状態なんだけど、たった一つやったことがあることがある。 SNS。 正解。 SNS は必ずやってる。ウェブのマーケティングの入り口ぐらいは実は触れている。じゃあこの入り口って何のかっていうと、フォロワー数。要はこれって成果。自分が発信した何かに対して、それで感銘を受けた人とか影響を受けた人の数がフォロワー数。このフォロワー数が増えてれば増えてるほど、多分この人ってウェブの流れがある程度体感でわかるっていうことの証明なわけ。じゃあウェブの広告もウェブの解析も、ウェブ何も知らない人が何をするべきかっていうと、自分の SNS のアカウントを育てておくべき。 SNS のアカウントを育てていって、フォロワー数が1000人とかいると、ある程度、あ、この人は発信するときに考える人なんだな、しかも SNS でフォロワー数もいるから、ウェブに関しては苦手意識がないんだなっていうふうに思ってもらう。ウェブやりたいんですけどって言ってる人が、意外とウェブに苦手意識を持っていることが一番めんどくさい。なんだけど、フォロワー数1000人言ってたら、多分さ、ウェブ好きじゃん、その人。ウェブが好きで、ウェブに苦手意識は一切ないけど、僕はやったことがないだけなんですみたいなのを証明するために、このフォロワー数を増やしていくっていうのが一番簡単な方法で、実際最近は結構多いのがフォロワー数採用っていうのがあるんです。ちょっとこれ面白そうで、うちもやろうかなと思ってたりするんだけど、一次面接突破がフォロワー数1000人いったら OK、 2000人いったら二次面接も OK、 3000人いってたらそのまんまほぼ格で入れますみたいな採用方法をやってたりする。そのぐらい今ほとんどの人が SNS に触れる、つまりウェブに触れることができる中で、あなたはウェブに触れようと思っていますかみたいなところ問われる。実際にウェブがめちゃめちゃ好きですって言って、フォロワー数2とかだったら、いや、ウェブ好きじゃないやんとか思うじゃん。やってるならフォロワー数がそんないなかったとしても、毎日更新ぐらいはするでしょ、はい、好きならっていうのを証明するためにやるべきかなと思う。確かに、なんか3000人の人に影響
響を与えるのであれば相当な発信力持ってそうで、活躍してくれそう感はあります。くれそう感もあるし、1000人とか2000人とか3000人とか行くためには Twitter だったら Twitter アナリティクスとか見てたりするんだ。だから自分のツイートが何人に表示されて、で何人がリアクションしてるのか意外とデータで見てないとそこまでいかない。解析っていうのに触れていたりするっていうのの証明にもなります。質問ガラッと変わるんですけど、ウェブ業界とかってブラック企業多そうじゃないですか。出た、ウェブ業界ブラック問題。この辺の実態は気になるところではあります。ブラック企業があるかないかで言ったら多分ある。どの業界も必ずある。その中でなぜウェブがブラックが多いって言われるかっていうと、ウェブに若いやつが多いから。そもそも今の30代以上の人たちってブラックの世代、ここってウェブっていう市場がない。ウェブっていう市場に入ってきた人たちってその時代が終わってワークライフバランスだよねみたいな時代の人たち。だから声を大にしてちょっと労働基準的にやばくないですかみたいなのを言うのって、大体このウェブ業界なのはそういうの体制がないやつが多いからウェブ業界がそうやって言われるんだけど、フラットに見るとどの業界も必ずあるじゃん。その中でウェブが多いのか少ないのかっていうと、そんなに多くないんじゃないかなと思っている。未経験採用積極的にしてますみたいな企業ほど多そうな気はします。ウェブ業界がそこまでブラック多くないんじゃないかなって僕が思う理由は結構一つで、若いから。労働時間が例えば6時間だとしよう。なんだけど6時間バチバチにめちゃめちゃ仲悪い雰囲気でやったとする。めちゃめちゃ怒られんのよ。しかも理不尽な目にも遭う。お前すげえよ、飲めよみたいなことを言われるわけ。これって嫌ですよね。居心地悪いですね。居心地悪いじゃないですか。でも労働時間が10時間に増えたんだけど、めちゃめちゃ仲がいい。同じぐらいの世代で話も合うし、特に体育会系っぽさがない状態になったとしたら、どっちの方がブラックかっていうと前者だったりする。ウェブ業界ってのは労働時間がある程度長くなりがちなんだけれども、若い人たちが多いから精神的にはホワイトだったりする。逆に100年ぐらい続いてる会社とかっていうのは労働時間は少ないんだけど精神的にはブラックだったりする。なんで視点をちょっと変えると、どっちもどっちだなみたいな思ってて、精神的にきつい方がブラックっていう風に僕は思ってるんで、ウェブの方がブラックはそんなないんじゃないかな。なんで僕が例えば第二新卒とか、今この29歳の時点で別の全く違う畑にいたとしたら、今この瞬間でもウェブマーケティングっていう領域に転職する。これだけウェブ業界でおすすめなんですね。それこそフリーランスの市場の中で一番多いのってウェブの仕事、デザインとかコーディングとかウェブの広告とかウェブの解析とかっていう案件ってめちゃめちゃあって、何かの商品を卸すとかっていうフリーランスそんなない。一人で生きていくちっちゃい案件たちって何かっていうと大体ウェブだったりする。なんでウェブの知識をつけておくと最悪食いっぱぐれることはない。独立の手助けにもなるんです。独立しようと思っていなかったとしても、自分一人だけになっちまったってなってもなんとかそれで食っていけるような市場にはなってる。超おすすめしますっていう感じですかね。はい、ということで引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。マーケティングチャンネルでは仕事仲間より一歩リードできる情報をどんどん配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。